はい、どうも、うずです。今回は iPhone 15 Pro、私使い始めて約1ヶ月ほど経過しましたので、ここで改めて iPhone 15 Pro の現状のね、感想っていうのをお伝えしたいと思います。なんか X だったかな？うずさんそろそろ1ヶ月使ってどうですかって言われたんで、それに答えたいと思います。まあ、まず iPhone 15のチタンケース。まあ、iPhone 15 Pro のチタンケース。素材ですね。この iPhone の素材。ちょっと今ね、このケースから出すんですけど、まあこれがそもそも物語ってるんですが、まあこのチタンという素材自体はワクワク感はありましたよね。皆さんありましたよね。ただ、使ってみると結局、こういったケースにずっと入れてしまうので、全くチタンである意味は感じられないですね。これももう皆さん思う通りです。まあなので、iPhone における、そのボディの素材は、まあ私的にはどうでもいいかなと。この後どう変わろうと、クリスタルになろうと、まあ、またアルミに戻ろうと、関係ないでしょ。で、あとはアクションボタン、サイドにある、今まではね、音をこう消音にするボタンありましたかな。これがアクションボタンになって、様々なアクションを入れられる。まあ、これですよね。こう自分で好きな割り当てができる、アクションボタンがあるんですけれども、これは私はカメラにしてましたと初期の頃言ってたんですが、結果的に消音モードに戻しました。で、なんでかっていうと、なんかね、アクションボタンをカメラとかに割り当ててもカメラアプリから開いちゃうんですよ。ついついずっとね、長年 iPhone 使ってる癖で。なのでアクションボタンを使うことがなくて、だったら急遽ね、音を消さなきゃいけないって時に慣れてるその消音ボタンにした方が全然役に立ちました。はい。これだからアクションボタンもいらない。いらないっていうか、使わないね。だからうまく使う方は、もしかしたらね、ショートカットとか割り当ててなんかやってるのかもしれないですけど、まあ少ないんじゃないかなと。うん。で、あとはスタンバイって機能が、あるんですけど、これ別に iPhone 15だからってわけじゃないかもしれないんですが、iPhone 11 の時は、横にしてね、充電しながらでもなんかあんまならなかったので、使えなかったかなと思うんですけど、これ私結構気に入って使ってます。で、特に私、この、モフトの、スタンドを使ってますので、この状態で毎回、ね、寝るときにこう横にね置いてるんですよ。こう横にして横に置いてるんですよ。ケーブルつないで充電しながら。そうすると iPhone の方でね、ずっと時計表示してくれてるし、その日にやる予定っていうのも一応リストで出てくれるので、すごく見やすいんですよね。視認性が良くて。なので私は気に入ってます。スタンバイモードでの時計表示。うん。はいいです。あとはバイオハザードですね、ゲーム。iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max だと使えるバイオハザードなんですけど、まあ使えるというか遊べるか。これもね、最初はテンション上がりましたよ。確かに上がりましたよ。なんか外部出力もできるし。なんですけど、まあその時も言われましたが、iPhone でやる必要あるってやっぱ出ちゃうんですよね。で、確かに、CS 機。ゲーム専用機とかで遊べたり、PC ゲームで遊べるものを、この iPhone のちっちゃい画面であえて遊ぶ理由がないかなっていう。で、外部出力どうせするんだったら、マシンパワーがやっぱり足りなくなるので、ゲーム専用機がいいかなと。で、どうしても、持ち運びできるね、デバイスでやりたいんだったら、まあやっぱり iPad を使えばいいじゃないっていう話になりますし、そう考えると、まあ iPhone 15 Pro で、PC ゲーム系が遊べるっていうのは面白いんだけど、まあ、私としては、いらないかなっていう感じです。まあ、テンション上がる部分はあったけどね、確かにね。で、外部端子の USB Type-C、これはね、もう最高だよね。今、私よくこうやって、外部ストレージを使い上げて使うことが一番多いんですけど、ちょっとマニアックなとこで言えば、メガネ型のディスプレイなんかも私持ってますので、それ使って映像視聴できたりとか。まあ、あとは、SSD に限らず、一回ね、外で使ったのが、SD カードにね、アダプターあれば直接データを移せるとか書き込めるとか、それも助かるので、やっぱ USB Type-C になったのは利便性はすごく上がりましたし、まあこれじゃなきゃっていう風に今なってますから、ありです。はい。まああとはカメラですね。カメラは単純に良いです。写真も綺麗だし、動画もなんか撮ってて楽しいし、で動画に関しては iPhone 15 Pro と相性の良い Blackmagic カメラアプリ、これを使うとより楽しく撮れるし、まあ、実際撮ってますし。で、他のスマホと、最新型はね、他のスマホと比べて写真がっていうご意見もあったりするのも、これも間違ってないと思うんですよ。なんですけど、ここの部分に関しては、もう本当に、好みのね、問題で写真が綺麗だとか、ああだとかなってくると思いますので、私としては iPhone 15 Pro の、iPhone 15 Pro の写真も動画も綺麗だと思ってます。で、先日、インタビューの会場でね、
同じシチュエーションで少し古い iPhone を使われている方と写真、同じ写真を撮ってみたら、やっぱり15 Pro が綺麗だねってお互いになって、うん、やっぱ最新機種だけあるよねってなったから綺麗です。まあ、かといって万能かというとそこもなくて、ちょっとね、少し前にあの自撮りでポートレートモード撮った時に、あのうずさん鼻のところ処理抜けしてるんですけどって言われて、あ、前もこれあったなと思って、まあ、そういった部分考えると写真撮影は、まあ、がっちりね撮りたいって時は iPhone 綺麗なんだけど、やっぱミラーレスがいいかなって思います。はい。まあ、でも大抵のシーンは iPhone でこと足りるけどね。ただ前回私自身が挙げた問題で、熱問題、充電してる時に iPhone がやたら熱くなるってやつなんですけど、これはね、バージョン、今の新しいバージョンだったら熱くはなるけど、以前私が感じたような熱みたいなのはなくなってます。まあ、だから許容範囲の充電中に本体が温かくなるっていう感じですね。はい。なので熱問題は特にないかと思います。バッテリー持ちに関しては、まあ、相変わらずダメですね。あの、私動画をやっぱりちょこちょこ撮っちゃうので、それが余計ね、バッテリーを消耗してるんですけど、1日は私はやっぱり持ちません。外に出かけると大体お昼ぐらいに 50% ぐらいになっちゃうかな。で、夜にはもう 10% 切ってくるぐらいなので、うん、まあ、これはもう公にされてるね、持たないっていう話ですからね。これはちょっと1ヶ月経っても変わらないです。まあ、一月使ってみて、まあ、相変わらず iPhone15 は iPhone14 からね、切り替えるのにはあんまり変化はないんじゃないかなっていう、 USB Type-C はね、ありますけど、まあ、カメラ性能に関しては iPhone14 ですごい良くなってましたからね。なんですが、iPhone11 からもちろん変えたって面では大きくいろいろ変わってはいますので、はい、私は iPhone15 Pro にして良かったなっていうのは変わらないですね。良かったです、1ヶ月経っても。まあ、ただ1ヶ月経つと毎回あるあるですけど、ちょっと新鮮味は薄れますので結局ね、 iPhone っていう括りの中でできることって、まあ大体同じですからね。あとは iPhone15 Pro は、落下させずに使いたいと思います。前結構落下して割っちゃってたからね。はい、皆様もぜひ、あの iPhone15 に関して思うところがあったらコメントいただきたいので、よろしくお願いいたします。コメント欄に書き込みお願いします。普段からこんな形で、あのガジェットカメラの話、あとはゲームの話をよくやってる YouTube チャンネルなので、趣味興味がある方は高評価、チャンネル登録していただけるとありがたいです。Instagram X の方も頻繁に更新してますので、そちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。最近ね、結構モデルさんが、まあ、いろんなね、イベントで関わる方なんですけどね、モデルさんがあの SNS をフォローしてくれることも増えてきたので、はい、なんかいろいろとつながれたらなと、そういうところも思います。まあ、私の動画の視聴者ほぼ 95% 男性なんですけどね。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。今回の動画で私の横にね、このなんだかよくわかんないオブジェが置いてあると思うんですが、これなんでかっていうと、あの即席で用意した撮影場所なので、そう、太陽がね、出てて。で、若干逆光気味で撮ってるので、強いライトで目の前、まあサイドから照らしてるんですよ。目の前に置くスタンドとかがなくて。椅子の上にね、照明を置いてるんですけど、そうすると壁にすごく影ができちゃうんです。今もちょっとこれできてるでしょ、ここの部分に。なんですけど、これ、ライト、照明なので、影ができると言っても、ちょっとそんな強い影にならないんですよ。強い光浴びててもね、こっち側にね、逆サイドに。なんですけど、これがなくなると壁にすごく影ができちゃって、なんか動画をね、撮り始めた時になんか気持ち悪いと思って、急遽無理やりね、ここに右側にあの照明を置いてみました。あの影対策の照明でございます。うずさん、なんで横にこんなものを立ててんのっていう、気にしない人は気にしないでしょうけど、はい、ちょっとそんな話をしてみました。